今回はお布施の投げ銭メッセージに回答していきます。球根を性的な目で見てる様、ありがとうございます。球根を性的な目で見ないでください。レイヤーさんお疲れ様です。昨日東京タワーを階段で登ったせいで、ふくらはぎにダメージが入っている私です。それはふくらはぎおかしなるで、地震による停電の影響で、エレベーターが止まってたからでしょうか。違ったらすみません。ディズニーって GW 過ぎると結構開くんですよね。混雑予測をされている DKYouTuber さんが、両パークともに5月の平日は3万枚程度のチケット売れ行き予測を立てられています。マックスの6割です。めっちゃ少ないですね。なるほど。なら平日休みが取れる人であれば、ゴールデンウィークの後が狙い目というわけですね。私も連休明けから少し休む予定です。やはり私の見立ては間違っていなかった。余談ですが、オフセといえば一般的に、オフセット印刷のことではないでしょうか。レイヤーさんは一体何を想像されているのでしょう。はぁ、それがため息。あのさ、オフセ質問回答の動画で、オフセって言ったら、それはもうオフセに決まってるでしょう。オフセが何のことかだって、それはオフセ〇〇の役だよ。言わせんな恥ずかしい。一体何を想像されているんですか？私にはちょっとわかりませんね。まあそれはそれとして、これからも下ネタに負けず頑張ってください。ケモナーだっていいじゃない、人間だもの。モロチン性癖は自由ですから、ケモナーだろうがスカ丸々だろうが、他人に迷惑をかけずに楽しむなら自由です。トネリコ様、ありがとうございます。先日はピクシブの件で、親切にしていただいてありがとうございました。いえいえ、とんでもございません。リンクを貼ることぐらいしかできなくて恐縮です。正直私自身も、少し疲れてきていたので、レイヤーさんにああ言っていただけて、相手方と向き合い続ける力が湧いてきました。それは何よりです。世の中には話が通じない人が一定数いますからね。本当に困ったものです。接客の経験がある方は今頃、うんうんと頷いているはず。運営が悪いのではなく、鉄塔鉄尾、悪質な利用者が悪いのですよね。登録のやり方は現状維持でも、ペナルティは速やかに実施される体制は、敷いていただきたいところです。せめて IP などで弾くようにするとか、最低限できる対策ぐらいはしていただきたいものです。5月11日が誕生日なので、誕生日記念とレイヤーさんへの感謝も込めて、お手紙を出しました。ろくでもないことしかできないくせに声だけが大きい奴らが増えると、真っ当な人が埋もれてしまうのは理不尽だと思うけど、レイヤーさんみたいな配信者がいてくださると救われます。これからも視聴者でいさせてください。もうすぐ誕生日ということでおめでとうございます。早漏いやさすがに早すぎるか、まだ7日ですから、これからも動画を見ていただけるよう動画投稿頑張っていきます。私は誕生日が来るごとに平穏な人生を過ごせたことを実感し感謝するようにしています。普段忙しくてそんなことを考える余裕はなかなかありませんが、誕生日くらいはそういうことを考えたいですね。理不尽ではありますが、頭おかしい人たちに打ち勝つにはこちらが心を強く持つしかありません。31キロ様、ありがとうございます。レイヤー様、こんにちは。ツイッター上であまりにもバカな発言をしたもの、他3人でイライラが止まりません。括弧の内容公開感想も禁止で、自主規制、ほにゃららか。しかるべき対応をしてもらおうと思います。それではまたお手紙します。ああ、これはとある時事ネタに関する言及ですね。これは後々問題になるんじゃないでしょうか。数ヶ月後に話題になっているかもしれませんね。諸事情により言及するなということですが、世間で起きている出来事に対して、言及するなと言われても、申し訳ありませんが従うことはできません。特定のニュースに対して、言及するなと言われてもそれは無理です。言及するかどうかはこちらで判断します。今回のケースでは言及しない方が得策かなと思ったので、31キロ様の意向を組んだ上で、お布施では言及しないことにします。しかしマジなんですかねこれ、最初見た時嘘だと思ったんですが、そのうち進展があったら動画にするかもしれません。ヤムー様、高額投げ銭ありがとうございます。息をするように上限額のお布施。ビビるは、一体どんな変態文書が書かれているのでしょうか。レイヤー様、視聴者のモロエ様、お久しぶりです。ケツコ様のお店のママから母乳が出たとのことですが、レイヤー様がそんな薬があればしかじか、とご感想を述べておいででした。実はとある薬の副作用で、男性でも母乳が出てしまう、ということが起こり得ます。ドブマチルというお薬なんですが、これマジ、頭おかしなるで。一体どこに需要があるんですかね。その性癖は、困惑、誤解させてしまったのならすみませんけれども、私が求めていたのは、女性の母乳が出るようになる薬であって、男性の母乳が出るようになる薬に関しては、全く求めていませんよ。っていうかいらんわ、そんなもん、一体どの層に需要あるんですかね。いやでも世界には様々な性癖がありますから、需要がゼロというわけでもないのかな。いやまさか男性でもママになれるとは。人類みんな、薬で徹夜ママになれちゃいますね。もうマママミレや、お薬110番、URL、また副作用で、男性の乳房が膨らんでしまう。ということもあるそうです。汗、ノーマルの男性はガクブルですが、一部の方々には副炎となるのでしょうか。汗、メッセージは以上となっております。いや1万1000円も払って一体何を送ってきとんねん。いやモロチンありがたいんですよ。ありがたいんですけれども、内容がセンシティブだったのでびっくりしました。男性のおっまるいが膨らむ薬いらない。確信、なんで男性のおっまるいが膨らんだり母乳が出たりする薬があるんですか。女性だけで十分なんですよ。それは男性のおっまるいに可能性を見出すのやめてください。私はちょっとそういうのは性癖に刺さらないんですけど、
ごく一部の上級者は喜ぶかもしれませんね。このまま科学が発展すれば、男性でも気軽にママになれる時代が来るかもしれません。いや、そんな時代来なくていいわ。いや、でもあれか、気軽に性転換できるというのは、面白いかもしれませんね。のんけでも TS 願望ある人結構いそうですし、TS するにしても、母乳を出す必要があるのかは甚だ疑問ですが、皆様わざわざ外部サイトでの投げ銭と楽しいメッセージを本当にありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。